まもなく現場到着です。煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。発煙筒か何か、いたずらによるものと思われます。本部了解。一応現場での確認をお願いします。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。なんだってこんなバカやるんだろうな。俺らが大騒ぎすんのを見たいんだよ。あ、おい、あそこだ。これってなんだよ。うわ、なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。日本の刑事裁判は、その 99.9% が有罪となる。そんな中、かつて弁護士だった俺は、ある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められた。けどその結果、一人の女の子が殺された。法廷の取りこぼした真実の陰で。万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。そんな時、助けを求める声を探すのが今俺の仕事だ。クイズでも出してくれよ。面白いやつ。張り込みなんていつまでかかるかわかんねえんだ。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあいいやつ考えるから少し時間くれる？なるほど。クイズ考える間静かにしてろって。この野郎、それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。海藤さん、私も今クイズとかの気分じゃないです。いやだからその気分を変えようぜってんだ。恵子ちゃんな、そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。それにまだ本当に騙されたのか分かりません。そうだよ、あんまいい加減なこと言わないの。大丈夫だよ恵子さん、うちはね、何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだから。やっぱり私、八神さんに依頼できてよかったです。へいへい、そりゃようござんして。康介くん言ってました。お昼はいつもファーストフードばっかりだって。ああ、さっき店に入ってから20分ぐらいか。そろそろ出てくるんじゃない？どうですかね、心配です。野菜もちゃんと取ってるかな。なあ恵子ちゃん、なんであんたみたいな子がネットで知り合った男なんかといきなり会ったんだよ。いきなりじゃないです。時間をかけてやり取りしたし、康介君は同僚なんかよりずっと私を分かってくれました。私のことすごく大事に考えてくれてたんです。そんな男がデートでぼったくり店に連れてくか？河室町で。きっと彼もそんな店だなんて知らなかったんです。そうか。だとしても女の子に会計全部押し付けるとかありえねえだろ。だって彼まだ大学生だし。それにもし私が払わないと彼ヤクザに殺されるって。恵子さんが店に請求されたのが120万で80万は払って残り40だったよね。どのみち簡単に払える額じゃない。ええ、だから康介君も足りない分は風俗で働くのが一番手っ取り早いかもって。そうじゃねえ。要するに康介とそのぼったくり店は初めからグルだったんだ。で女の子に払えねえ額ふっかけてしまいには風俗で働かせる。この町じゃよくある手口なんだよ。まだそうと決まったわけじゃないです。だいたい神室町はなんでそんな店をほったらかしにしてるんです。ぼったくりには警察も動き鈍いからね。民事不介入っつって。でもだから源田先生に相談したのは良かったと思うよ。あそこの弁護士事務所神室町長いから。で荒っぽい案件はうちに回ってくるわけだ。おかげで今日も仕事にありつけた。よかったですね。恵子ちゃんには気の毒だがよ、康介って野郎は全部承知であんたを罠にはめた。その辺分かってくんなきゃ助けようにも助けらんねえ。なあ、そうだろタボ。まあ待ちなって海斗さん、まだ調査の段階だよ。あ、ほら噂の康介君だ。康介君。まずは彼が実際どんなやつなのか後をつけてみよう。2人はここにいて。やっと楽しい時間の始まりだ。慎重になタボ。聞こえるなタボ。尾行は久しぶりだろう。腕がなまってんじゃねえか。まさか。ちゃんとお手本見せてやるよ。口だけじゃねえだろうな。ここは慎重に行こう。海斗さん、対象者が新顔と接触した。これから証拠を撮影する。了解だ。海斗さんの携帯に対象者の写真を送ったよ。確認よろしく。おお、届いてるぞ。バッチだ。いい感じで撮れてるな。で、誰なんだ。康介と話してる相手は。それはこれから探りを入れるとこ。また連絡するよ。いやー、でも本当久しぶりだよね、さくらちゃんと会うの。だって康介先輩最近全然サークル来ないから。今日だってたまたま先輩っぽい人を見かけてメッセージ送ってなかったら会えてないですよ。ごめん、最近忙しくってさ、なかなかサークルに顔出す時間が作れなくて。予定があるなら仕方ないですけど、やっぱり先輩なしでは盛り上がらないというか、先輩が来なくなって辞めちゃった女の子も多いんですよ。え、それはまずいな。今度ちょっと顔出してみるか。そうしてもらえると助かります。あ、でも先輩。何？あまりいろんな子に気を持たせるようなことはしない方がいいですよ。先輩は知らないかもしれないですけど、女の子同士の喧嘩がすごかったんですから、いつ康介先輩の方に矛先が向くかわからないですよ。え、それは怖いね。気をつけるよ。じゃあこれから用事あるんで、俺はそろそろ行くよ。はい、絶対サークル来てくださいね。海藤さん、新しい写真送ったよ。確認よろしく。おお、届いてるぞ。よく撮れてるじゃねえか。ああ、こりゃなあタボ、康介の野郎、やっぱ黒なんじゃねえか。やつが下ろした金、まあまあの額だぞ。いや、まだ金を下ろしただけだ。判断するのは早いよ。どんな様子だタボ、康介はまだ特に変わったとこはないね。一人で街をぶらついてる。普通の学生が暇つぶしてるって感じかな。やつはどこに向かってんだ。さあ、あ、今ちょうどビルに入ってく。ああ、兄さん、待った待った。ここは一元さんお断りだ。え、なんで。ああ、何でもクソもねえだろ。帰んな。おら、何やってんだ、早く行けって。この野郎、通報すっか。ちょっとそんな、このビルって何なんすか。関係ねえだろ、出てけっつってんだ。こりゃただの雑居ビルじゃないね。はっ。お、どうもお疲れ様です。おい、こいつ知ってるか。いえ、初めて見る顔っすね。俺はその康介のダチなんですけど、ちょっとはぐれちゃって。康介の？はあ、そういやあいつ今日も来てましたよ。マジで毎日懲りねえっつうか。なら誤解のはずだろ。なんでこんなとこにいんだよ。ですよね。それが俺にもよくわかんなくて。ところで康介は5階のどの辺に？階段上がって一番奥、敷の間だろ。敷の間。ああ、そうでしたよね。失礼しました。ではこれで。おい待て、お前ちょっと会員証を見せろ。康介にもらってんだろ。ああ、あれおかしいな、どっかに落としちゃったのかな。落としちまったか。そりゃ困ったな。すいません、次から気をつけますんで。いい加減なこと抜かすんじゃねえバカか。会員証なんてねえんだよ。てめえ何者だ、どっから入り込みやがった、この野郎。やってくれんじゃん。式の間ってのは何なの。康介君はそこで何してんだ。うるせえ、黙っとけ。タボ、大丈夫か。ああ、今まだ康介君の入ってったビル、見張りがいて一元さんお断りだってさ。なんかやばいとこみたいだね。康介君は5階の敷の間ってとこにいる。敷の間。海藤さん、心当たりある。そりゃ鳥羽のことじゃねえか。鳥羽は他に敷っっていうこともあんだ。引きの間って隠語のつもりかもな。そっか、確かに鳥羽なら見張りがいるのも納得だ。さすがだね、海藤さん。わからねえことがあったら何でも聞けや。侵入者だ、ビルに怪しい野郎が。なんだと。おい、どうした？おいタボ、そこが秘密の鳥羽なら普通の学生が行くとこじゃねえ。どうやらコウスケのボロが出てきたな。だいぶグレーにはなってきたね。多分コウスケ君のいる式のままで行ったらもっとはっきりする。結論はそれまでお預けだ。仕事に妥協がないね。わかった、だが気をつけろ。そんなとこで捕まったらただじゃ済まねえぞ。了解。おい、何してんだ。早くドア閉めろよ。くそー、全然来ねえ。なんでいつも。どうなってんだよ。さあ、もう一勝負。皆さんはったはった張り切ってどうぞ。さあ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 。おい康介、さっきから負けっぱなしじゃねえか。今日はそろそろ終わりか。いやいや全然、まだまだこっからっすよ。へえ、景気いいな。どっからそんなに金が湧いてくんだよ。いや最近ちょっと太いしのぎ始めたもんで大きな声じゃ言えないんすけど。また女絡みのか。声が大きいですって。生言いやがって。海藤さん、こっちは例のビルを出た。康介君は散々負けてオケラだ。ざまねえね。じゃあそろそろどうだタボ、もう様子見はいいだろう。直で康介当たってみようや。ああ、俺もそう思ってたとこ。よし、なら車もそっちに回す。お仕置きタイムだ。ああ、ちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです。何をって、まあいろいろあるんじゃない。良心とか罪悪感とかどっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよてめえ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を追っかぶせた。何の話かわからねえけど。どの話かわかんないぐらい何人も騙してる。誰だお前。こっちはバックに登場会がついてんだ。それでも因縁つける気か。登場会ってあのヤクザの。ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。登場会ならもうとっくに解散したろ。そんな名前出してビビらせよってのはちょっとどうかな。あんなてめえやんのかこら。やめといた方がいいと思うよ。さっきのパンチで大体分かっちゃったから。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら瞬殺だぞ。後悔しても遅え。お前待って知らねえぞ。分かったよ。じゃあこっからは本気なんだな。かましやがって。こっちも週一でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。くそ。ああ、吉郎さん、こっち頼んます。何してんだ康介、なんか揉めてんのか。こいつが変な言いがかりつけてきたんすよ。あんた何なの？こいつはさ、うちの大事な客なんだよ。大事な客か。式の間のでしょ。なんだと？おい、そいつは俺の知らねえやつが知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで聞いた？あんたらに用はないんだけどな。ムカつく野郎だ。やっちまうぞこら！こんなはずじゃ。くそ！やってやろうじゃねえの。ついてくんな。なんだよ康介君、もう終わり？お前に呆れるなタオ。弁護士のくせに結局手出して済ましちまう。弁護士？嘘つけ。どこがだよ。矢上さんって探偵じゃなかったんですか？本業は探偵だよ。弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして源田法律事務所の？そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で今は探偵向きの仕事を回してもらってる。今日みたいに。そういうことだったんですね。分かったか康介君。うっせえ。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。あ？おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな康介。ちょっとマジかよ。あんたらこんなのやめてくれよ。なんか誤解してるって。康介君ねえ、聞いてくれ優子ちゃん。俺何にもしてないからさ。てか何なのこの人たち。優子って誰？私稽古だよ。え？あれ？嘘でしょ。もう信じらんない。康介君さ、稽古さんにかかってる店の請求、あれチャラにしてもらいたいんだけど。そんなの俺に言われても。あと彼女がこれまでに払ってきた80万も返してもらう。そこにうちへの依頼料も乗っけてさ。はあ？バカ言ってんじゃねえ。ふざけすぎだろ。女の子騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で言ってんの？よく言ったぞタボ。あ、俺のスマホ。ぼったくり店の番号出してくれる？え？花から店ともグルなんだろ。バレバレなんだよ。知らねえって。そんなの。そんなんでごまかせると思ってんのかお前。俺らが誰か分かってねえだろ。誰なんだ？カムロ町の矢上探偵事務所だ。それって何？いやだから矢上探偵事務所だよ。お前名前くらい知ってんだろ。さあ。嘘つけこの野郎。何とぼけてやがんだ。もうやめようか海藤さん、うちもまだまだだよ。そうか。あんたら悪いことは言わねえ。店に金返せなんてやめとけ。あそこの店長は同商会の寿司もんなんだよ。だからどうした。ちなみに俺も昔は東上会の人間だ。もう本家が解散しちまったのに何が登場会だよ。だから解散するまで登場会にいた人なんだって。ならただの元ヤクザじゃねえか。未練たらしく大門ちらつかせやがって。元でも相手はヤクザなんですよね。大丈夫なんですか？もちろん、うちはそっち系に強いのが売りですから。でどれがその店長の番号なの？でもさっさと済ませた方がいいよ。こっちの元登場会も怒らせたらマジでヤバいから。なんなら試してみるか。え？あ、ええ。店長、今は店ですか？なあなあ、どうした？新しいカモでも見つけたか？お前最近いい調子だもんな。いえ、そんな。違うのか。じゃあ例の稽古って子はどうしてる？あれはどこで売っても稼げるぞ。いい具合にビビらせて逃げねえようにうまく囲っとけ。最悪。でも店長、あの子がもし金を用意してきたらその時はどうするんです？ああ、そんなの決まってんだろ。まず持ってきた分はきっちりいただく。で延滞料が足りねえとか適当な理由つけてそのまま風俗へ直行だ。なるほどな。お前なんかいつもと声違わねえか？お、さすがよく気がついたね。何？誰だてめえ。この声よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。恵子さんが払った金全部返してもらいにね。うわ、これ超やべえって。気の毒だけどやっぱコウスケ君は最初からグル。恵子さんがいくら払っても結局は風俗で働かされる、そういう計画だったんだ。恵子さん、初めは確かに仕事でした。でも今は本当に君のこと。もう黙れってお前。ひとまず恵子さんには源田先生のとこにいてもらう。あそこなら安全だから。はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。こっからは殴り込みだ。殴り込みってお二人がヤクザの店に？今んとこそうなる可能性が一番高い。行こうか恵子さん。源田先生の事務所すぐそこだ。源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は親とも言える存在の人で、神室町の住人にも長いこと頼りにされている。源田先生、あれ、お一人ですか？おう、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。ああ、どうです、矢上の仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。源田先生、少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか？おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。珍しいですね、源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか？ああ、まあある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか？いや、迷惑防止条例違反。ん？それって痴漢ってことですよね？ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから世も末よ。テレビで何でも流れてたろ。世間の注目度ってそういう意味じゃでかい山だよ。ああ、そういえばありましたね。ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね、警察官のくせに。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの一点張りでよ。捕まえてください。なんだよ、やってない。違う、博士って。誰か駅員呼んで、早く。この人電車の中でずっと触ってきたんです、スカートの中。違う違う違うってんだ。おいおい、おっさん、痴漢ならな、手の成分とか調べりゃすぐに分かんないよ。バカ野郎、やめろ。おい、何撮ってんだ、ふざけんなこの野郎。もう少し姿勢を正した方が。その態度でいいことは一つもないです。今さら。どうせもう判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに本当印象悪いですよ。印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪でそれはつまり全ての準備が整ったということだよ。え？さて、ここからが本番だ。ご起立ください。ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君にフォローのいる場面なんてまずねえだろう現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ、依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果カムロ署御用達の先生はさじを投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか？いや、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから、そろそろ。また新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏性か。少しのんびりしちゃどうだい仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。全く聞きやしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。ここだな。お前が恵子ちゃん連れ込んだぼったくり店は。そうだよ。だから俺はもうここまでで勘弁してよ。何勝手なこと言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。へえ、そんなに怖いのその店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。どのみち女を食い物にするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。ああ、ん？杉浦からだ。ああ、なんだよ、このタイミングでか。すっこけんなったく。いや、久しぶりだな。そうだね。話すのは半年ぶりくらい。元気だった？ああ。あのね、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、八神さん。実は僕この間からつくもくんと新しく探偵事務所を立ち上げたんだよね。ん？おい、ちょっと待った。なんだって？探偵になったってことか、お前が。そう、横浜でね。一応八神さんに遠慮して神室町は避けたわけな。話がいろいろ急だし、それにつくもくんとって、あのつくも？他にどのつくもくんがいるの？ハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。それにあの人なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよタモ。で今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い。その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。勝ち込み？何それ。終わったら後で話すよ。え、なんなの？教えてよ。お待たせ。じゃあいいな。行くぞタボ。康介、どういうことかまず説明しろや。店長、いえ、あの浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえ、その声さっき電話で話したやろうか。八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか、昔松金の組長が面倒見てたっていう。ほら見ろな。神室町でうちの名前知らねえなんざもぐりよ。はあ。ちなみに俺はその松金組にいた海斗ってなんだ。お前も話には聞いてる、有名だよな。まあそうかな。松金の海斗といや、おつむの弱さで知られてる。笠だらに組の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあほっときなって。クソかい。それより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。そうかよ。やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板しょってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ追っ始めると。あれ？あ、ちょっと待った。八神氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが。ああ、つくも。今はちょっとタイミングが。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏から八神氏にガチャ切りされたと聞きまして、何か気を悪くされたのですか？僕はもう心配で心配で、ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなの言って。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。同僚のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀、人間としての常識。分かった。じゃあ後で聞くから。後でというと、こちらからかけ直すべきでしょうか？だとすると、およそ何分後にかければよいか。で、どこまで話したっけ？ふざけやがって。そりゃねえだろう、ターボ。てめえらぶっ殺してやる。八神さん、海藤さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって？そうなんです。本当になんてお礼を言ったらいいか。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな。そうでしたね。は？いや、冗談ですって、冗談。で、ぼったくりの連中は結局どうだった？連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。康介の野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで、一件落着です。でも怖いですね、カムロ町。いい勉強になりました。そっか。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ、恵子ちゃんな。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい？なんでですか？ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと。今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと事態に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか？甘いな。まだどうにもなってねえよ、あの二人は。近くで見てりゃわかる。それも年の功ですかい？おう、俺はお前らよりよっぽど場数踏んでんだ。松金のおやっさんと一緒に。ああ、そうだったな。松金はヤクザ、俺は弁護士。裏と表って別の世界の人間だったが、この神室町で精一杯生き抜いてきた、いわば戦友だ。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえっす。じゃあ俺らももう行きます。そうか。お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。ご起立ください。では判決を言い渡します。主文、被告人江原明弘を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて、初犯なのに執行猶予もなしですか？ええ、本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。立ったままで聞きますか？裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか？はあ、何を急に。何の話ですか？分かりません。まだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は御子柴博と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった万死に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっとのうのうとしていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。弁護人、これはどういうことですか？これはその…いやー、今日は久々に仕事したな俺ら。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。だよ、あのクソゲークリアできるかっての。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。うさばらしに適当なやつ見つけてやっちまう。それもそうだな。ここが八神探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでるって感じだ。意外にハイテクも駆使する。まあでもうちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイルだ。まずは一服しようや。杉浦にも電話するんだったろ。ああ、そうだった。まさかあいつが同業者になるなんてな。俺らの背中に憧れたんだろうよ。もう用事は済んだの、八神さん。さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう、八神さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。うん、なんかヤバい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。あれ、もしかして僕信用ない？そんなことないけど。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。分かった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。でも八神さん予定空いてる？予定ね、ちょっと調べてみる。予定も何もねえだろ。今日のだって久々の依頼だったんだからよ。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。なるほど。駆け出しに仕事恵まれたとなっちゃかっこつかねえか。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日海藤さんも来るでしょ。ああ、楽しみにしてるよ。よろしく。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよね。俺もだ。ま、最近の神室町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。